もう来た。おちょっとやるか。
ね、これより手がくするとはみ出ちゃうもんね。まだズームはできる。皆さんどうもこんにちは。もう今んとこ治ってるね。
こ行った。稲光みたい。だんだん左がね。綺麗だよね。忘れるというのは本当にいいことだな。息を
取り別れた弟に会えないまま亡くなったことを知った孫も日々が経てば死ぬことも忘れていく発見した俺が言ったからと虎さんが励ました。何の自然にも悲しさを忘れてしまいすぐに他の女性を好きになる自分のスパイダーを愛していると優しく言っている虎さんらしい言葉です。この曲は第1話の主題歌男は辛いよ芸能工場でのセリフで男が女に惚れるのに年間があったい女性は辛いのまま男の心に捨てているのに男が女に惚れるのに女性は辛いのまま男の心に捨てているのに新庄花火大会8月3日続いては第4位サマ、サマキャンプ花火大会8月もあるよね結構ね茨城の方もあるし、ね、流れがなくてどこかの海に飛ぶんだろう。いろんなことからトラさんは初めての海外オーストリアの海に行くことになりました。現地で出会ったクミコとドナウ川のほとりを探索し重ねながら続きます。どんな川でも最後は一つの海に流れ込むようにどこに立って結局は国や人間場所が変わっても常に自分を貫いているトラさんに学ばれる言葉です。続いてが最後の名言です。江ノ島第47曲男は辛いよ、海中に今トラックを止まってこれはね、風に揺れてもらわないように風に当たるのを避けたいから平日だもんね。岩場で出会った窓車の風が心に現れたんですが風に吹くまま語られることが何の前に何なの横にこうギザギザ飛ぶやつね。ああそういうことか。人が来ないときにね。ゴーゴーだってよ。私がせーのと言いましたら皆さんでゴー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 と大きな声で5回拳を上げてください。準備はよろしいですか、ね、それでは参ります。せーのゴーゴーゴーおおすご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 いいですね。Thank you.
に。いや、綺麗だね。ドアが浮いた上。不意打ちだ。すごい。
いね。ほら、すごい。わかりましたでしょうか。最初に一発めっちゃ綺麗だったね。何の花火？正解はバスでした。ああ、バスか。バナナです。バナナ、これバナナです。ああ、バナナ。もうテンポが弱くなった。なんだろう。
日生まれのいいものをご紹介いたします。まずは今日も新年を迎える御神父の登場です。今日はさらに御神父をしていただくために、花火で葛飾区のモンチッチでね、丸丸クイズを行っていきたいと思います。葛飾区にモンチッチ公園ある。今からモンチッチに関するクイズをお伝えしますので、皆さん当ててみてください。それでは第1問。モンチッチが好きな食べ物はリンゴである。丸か×か。おー、リンゴやん。8時20分だから多分8時20分。あと20分ぐらい。正解は何の花火？正解はバツでした。あ、バツか。人が好きなのはモンチのパートナーのモンチでした。モンチ君が大好きな食べ物はバナナです。バナナ？これバナナ。あ、バナナや。電波が弱くなった。そして第2問。そちらの名前は義務館である丸かバツか。モンチッチの名前は義務館である丸かバツか。ご存知の方はお分かりですね。かわいいモチーフを出したキャラクターです。それでは正解をお花火でご覧いただきます。どうぞ。絶対聞こえないだろ。丸か丸だ。正解は丸です。モチーフさんはいちごとおしゃれが大好きなモチーフちゃんと仲良くの女の子です。何ピンク色がとっても可愛いチムさんもぜひチェックしてみてください。
やるやん、もう。続いて登場するメイドイン葛飾は宝の木さんより誕生25周年を迎えるベイブレードです。ベイブレードは日本の伝統的なおもちゃであるベイゴマを発展させて、3種の長さ、緑の木はアニメ化もされ、以来何度もブームを起こし、第4世代を迎えました。今回は4つのアニメシリーズで登場した歴代ベイブレードをかなり注意して紹介できます。まずは第1シリーズ、バク転シュートベイブレードで、あと15分ぐらいですね、ドキアの紹介、ドラグーンの2件、ドラグーン俺のベイブは最強だ。反発もいい。赤い刃を花火でも上手に表現しました。帰ってる人もいるのか。メタルファイトベイブレードより鋼忍者が操るドームセラスの話です。バトルで最後に勝負を決めるのはブレイダーの魂だ。続いて第3シリーズ、ベイブレードバーストより主人公マオイバルトが操るヴィトリー・ヴァルキリーの花火です。行くぜヴァルキリー、お前のスウェート子見せてやろうぜ。ベイブレード、ヴィトリー・ヴァルキリー、中心に神を宿し、激しい回転で強烈な攻撃を繰り出す様子を演じた花火です。最後は、現在展開中の第4シリーズ、ベイブレード X より、ヴィトリー・ヴァルキリーの X が宿るドラゴンの花火です。漫画のキャラクター、ベイブレード X の主題歌ワンオブロックが歌うグルーヴに乗せてお送りします。さあ、まばたきしてると見逃すぜ。
よかったね。